ハン人の逆襲は、1955年に公開されたアメリカ合衆国の SF ホラー映画。前年に公開された、オーアマゾンのハン人の続編。1955年に公開された中で、唯一の 3D 映画。ジャック・アーノルドが監督を務め、ジョン・エイガーとロリ・ネルソンが主演を務めた。また、クリーント・イーストウッドの俳優デビュー作でもある。 1955年3月23日に、デンバーで、プレミア上映が行われ、1956年には、続編、半魚人柄ガラの中を行くが公開された。オーシャンハーバー海洋研究所のヘイズは、半魚人ギルマンを捕獲するために、アマゾン奥地を訪れ、水上で爆発を起こして気絶したギルマンを捕獲する。ヘイズはギルマンを研究所に移送し、新聞記者からニュースを聞かされた。 動物心理学者、ファーガソン教授は研究所がある、フロリダ州に向かう。ヘイズは気絶したギルマンを目覚めさせて水槽に入れ、一般公開して人も受けしようと計画する。観客に公開される合間、ファーガソンは研究所の学生ヘレンと共に、ギルマンを使った研究を行い、次第に惹かれ合うようになる。一方、ギルマンもヘレンに好意を抱くようになり、 危険を感じたファーガソンは彼女をギルマンから引き離す。逆上したギルマンは鎖を引きちぎり、水槽から脱走し、それに気づいたヘイズは殺される。研究所を脱走したギルマンは海に逃げ込み、警察や海軍が捜索を始める。逃亡したギルマンはヘレンを狙い周囲に出没し、ファーガソンとパーティーに来ていた彼女を連れ去ってしまう。ファーガソンはギルマンを追うが海に逃げられ、 合流した警察と共に、ギルマンを捜索する。海岸に現れたギルマンは出くわした人間を殺しながら逃亡を続け、ファーガソンは警察や町の人々と共に、ギルマンを発見する。ヘレンはファーガソンに助け出され、警察や町の人々はギルマンに発砲する。ギルマンは海中に逃げ込むが、銃撃されて重傷を負ったギルマンは海の底に沈んでいく。 映画の舞台となるオーシャンハーバー海洋研究所のシーンはフロリダ水族館で撮影され、アマゾンのシーンはフロリダ州のセント・ジョーンズ川で撮影された。ギルマンがヘレンを連れ去るロブスターレストランのシーンはジャクソンビルで撮影され、建物は1962年に火事で消失している。また映画にはクリートの助手ジェニングス役としてクリント・イーストウッドが俳優デビューしている。 ニューヨークタイムズは4流の続編映画と酷評した。おそらく世界で最も珍しい水族館は本物の絵のような美しさですと設定を含むいくつかの興味深いシークエンスを紹介した以外は否定的な批評だった。1982年にサンフランシスコ湾地域で赤青メガネを使用した 3D 立体映像形式で放送された。 それはもともと劇場上映の際に用いられた形式であり、灰色の変更メガネを通して見られるものだった。その後は 3D ではないフラットバージョンも放送された。ありがとうございます。